多くの成果を収穫できる幸運の月です。笑顔で前向きに過ごし、運気を大きく上げましょう。皆さんこんにちは。松本翔雄先生のアシスタントをしております亀吉二号と申します。この動画では2024年5月の運勢、ラッキースポットやラッキーフード、吉方位などについてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで5月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2024年5月の白く木星の方の運勢についてお話しさせていただきます。白く木星の方の5月の運勢は中吉運です。先月からのいい運気の流れは継続しており、頑張ってきたこと、努力してきたことが成果となってくる月です。例えるなら、育ててきた作物がたくさん実って収穫できるようなイメージの月です。作物イコール成果や実績と考えると、たくさん収穫できますので、多くの成果が期待できそうですよね。全部刈り取るくらいのつもりで行動し、目の前の成果をつかみましょう。また5月は西に開座しているのですが、白く木星の方が西に開座すると、新しいものに興味を持ったり、好奇心が旺盛になりそうです。悪いことではないのですが、度が過ぎると本来やるべきことや目指しているゴールから外れてしまいがちです。この状態はあまりいい運気を呼び込みませんので、自分が今すべきことと興味があることを天秤にかけ、どちらが重要か冷静に判断することを心がけるようにしましょう。これで中吉運の運勢は崩れることなく、安定した流れを継続させることができますよ。さらに5月の運気を上げるには、楽しみや喜び事を増やすことです。簡単に言うと、笑顔でいる時間を増やすと運気は大きく上昇していきます。ちょっとしたことでも大げさに楽しんだり、喜ぶようにしてみてください。誰でも生きていれば嫌なことや辛いこともあるでしょう。大きな問題に直面した時は別ですが、少々のことでしたら笑って吹き飛ばすくらい楽天的に考え、笑顔で前向きに行動してください。多くの時間を笑顔で過ごすことができれば、あなたの心が軽やかになるだけでなく、周囲も和ませることができ、いい気の流れを作ることができますよ。5月の金運は大吉、対人恋愛運は大吉、仕事運は中吉、健康運は中吉となっております。この中で特に注目する点は対人運です。5月はあなたのもとにたくさんのものが集まってくる月ですが、一番多く集まりそうなのは人です。たくさんの出会いがあったり、お付き合いも増えそうな月です。このような状況ですので、出費も増えそうですが、お金では買えない価値あるものを手に入れることができそうです。先行投資と思って財布の紐は少し緩めにしておいてもいいでしょう。白く木星の方は普段は穏やかで、自分を前面に出すようなタイプではないのですが、5月は前のめりな行動が多くなりそうです。少し注意しておかないと、周囲からは傲慢や口うるさいと思われてしまいやすい月なんですね。自分がという気持ちを抑え、普段通り穏やかな風を吹かせることで、いい人間関係を構築していくことができるでしょう。5月のラッキースポットはレジャー施設です。レジャー施設とは、スポーツや趣味、娯楽、観光などのレジャー活動を行うことを目的とする施設を言います。先ほどもお話しましたが、あなたが楽しむことが運気を上げるためのポイントとなりますので、楽しむための施設であるレジャー施設は運気を大きく上げるラッキースポットとなります。家族や友人と一緒に楽しむ時間を作りに行ってみるといいでしょう。この後お話しする吉方位にこのような場所があれば、ぜひ足を運んでみてください。5月のラッキーフードはモンブランです。白く木星が開座する西には、おしゃれやスイーツという意味があります。そのことから、おしゃれなスイーツのイメージが強いモンブランを食べると運気が上昇します。白く木星には細長いという意味もありますので、イメージはぴったりですね。疲れたりストレスが溜まったと感じた時に食べるといいでしょう。5月のラッキーカラーは赤です。自分の部屋に赤いものを取り入れてみましょう。赤い色の置物や絵画を飾ることで、魅力的なオーラがみなぎり、ポジティブなエネルギーを引き寄せてくれますよ。こちらでは私亀吉二号がおすすめするパワーストーンをご紹介しております。パワーストーンとは、
特別な力が宿っていると信じられている天然石や鉱石を言います。自然の中で数万年の時をかけて作られるパワーストーンには大きな力があると信じられてきました。こちらでは今月皆さんに力を与えてくれる、そして薬剤などから守ってくれるパワーストーンをご紹介いたします。今月ご紹介するパワーストーンはスモーキークォーツです。スモーキークォーツは透明感のあるブラウンの色味が特徴のパワーストーンです。九星気学の考え方で、その月の中宮の星が持つエネルギーを活用することで運気を安定させ、いい気の流れに導いてくれると言われます。2024年5月は時刻土星が中宮に開座しています。時刻土星の本命石はスモーキークォーツですので、スモーキークォーツを持つことで運気アップの手助けとなるんですね。スモーキークォーツは穏やかなエネルギーを放出し、不安や混乱を取り除くことで心や精神を安定させてくれるという意思です。また周囲をめぐる気の質も穏やかにしてくれることから、人間関係の安定、家族運の上昇などの効能もあるといい、非常に人気の高い石です。この機会にぜひ手にしてみてはいかがでしょうか。神宮館オンラインショップでもスモーキークォーツを使った商品をいくつか販売しております。ご興味のある方は概要欄からご覧ください。5月の吉方位は東南方位です。自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段よりいいことが起こると言われています。神宮館 TV をご覧いただいている方で毎月の吉方位を活用すると運気が見違えるほど良くなったという方もいらっしゃいます。皆様もぜひ吉方位に向かって何か行動を起こしたり、お休みの日に出かけたりしていい運気を手に入れてください。5月は時刻土星が中宮に開座している月なんですが、時刻土星は田舎や田んぼという意味を持っていることから、田舎に行ったり田んぼを見ると運気が上昇します。自宅から見て吉方位にこのような場所があれば足を運んでみるといいでしょう。ちなみに今回の背景像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め田んぼを撮影してきました。こちらもお楽しみください。以上が2024年5月の四緑木星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本翔雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方はいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方はこのベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたらコメント欄にご記入ください。 X や Facebook で毎日の音声を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。 LINE での情報発信も始めました。定期的に開運に役立つ情報や松本先生からのコメントなどをお届けします。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。それではまた来月お会いいたしましょう。